はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の12月24日の土曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、今年も、2022年令和4年もですね、12月24日まで来ましたね。今日が、土曜日ですけれども、クリスマスイブということで、明日がですねクリスマス当日、まあ、本番ということになりますが、この土曜日と日曜日でクリスマスイブとクリスマスがですねちょうど週末に収まるという暦になるのも非常に珍しいというか、まあ、何年かに一遍ということになるようなので、まあ、こういうですね、ちょうどいいタイミングの暦になる年をですね、子どもたちがいるような家庭であればゆっくりとですねこの週末の夜を過ごしてもらいたいなというふうにも思いますし、またですねよく考えてみれば、もうあと1週間後には、12月31日の大晦日ということになるので、本当に今年もあともう残り1週間というところまで来たんだなということですね。まあ、年末感という感覚で言うとですね、本当になんかあんまりピンとこないような気もしますけれども、この年の瀬というかですね、ちょうど区切りになるような1年の終わり間近に来て、いろいろと思うこともあったりもしますし、で、やっぱりですね、今大雪が非常にこの東北地方を中心に降り続いているということなので、そういう意味でもですね、災害というか、雪下ろしをする方ですとか、それから車を運転するような方もですね、年末に向けて本当に穏やかな年末年始を迎えることができるように、本当に安全運転と、それから雪下ろしも含めたその生活環境のですね、怪我やトラブルは十分に気をつけてもらいたいなというふうに思ったりします。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値などを確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 26,235円25銭、26,235円25銭ということで、一昨日に比べるとマイナス272円62銭、マイナス272円62銭ということで、またまた2万6000円台も割ったということで、昨日は取引を終えているようです。で、エンドル相場についてはですね、1ドル132円52銭から54銭、1ドル132円52銭から54銭ということで、おとといに比べると57銭安ということですから、まあ、エンドル相場については引き続きちょっと落ち着いた動きになっているようですね。で、ですね、今日の音読の題材の一つ目についてはですね、社説になりますけれども、今日もですね、社説はいつも2本、2つですね、2段に分かれているものが1つにまとめられていて、非常に長い社説となっているわけですけれども、まあ、まずタイトルを確認しておくと、将来世代への財政の規律を取り戻せというタイトルとなりますけれども、昨日ですね、来年度に向けたこの来年度の予算案をですね、閣議決定されたということで、その閣議決定された予算案の中身についてですね、この日本経済新聞社としての提言を行っているということもあるので、非常に長い社説となります。ちょっと長めなのでですね、しっかりとゆっくり読読してみたいと思いますので、タイトルとしては将来世代へ財政の規律を取り戻せという内容、タイトルの社説ですね。歴史が動き、数々の新たな試練を抱える中、将来の日本に安定と繁栄をどう受け継ぐのか。政府は12月23日、2023年度予算案を閣議決定した。国家の屋台骨となる予算案からその道筋が一向に見えてこない。一般会計の規模は過去最大の 114.3 兆円と初めて110兆円の大台に乗る。2023年度から5年間で抜本的に強化する防衛費が 1.4 兆円増えたのが主な要因だ。ウクライナ情勢の緊迫や米中対立の激化など、安全保障の環境変化に応じた支出増といえる。問題は入り、まあ、入りを図りていずるをなす、まあ、というですね、収入をきちんと見積もって支出を計算するという予算の規律が揺らいでいることだ。新型コロナウイルスによる経済の収縮から抜け出した今も、非常時の大盤振る舞いの発想が残る。税収は過去最高の69兆円台に増えるが、
増える歳出需要には到底追いつかない。国債の発行額は 35.6 兆円、1年前に組んだ予算案より 1.3 兆円減るが、今年度は巨額の経済対策による補正予算で62兆円まで膨れた。補正予算による追加が常態化しており、比較する意味は乏しい。財政の役割は重要だ。日本の経済成長を喚起し、競争力をつけ、諸課題を克服するために有効に活用しなければならない。だが水ぶくれ体質が続き、成長分野に資金を思い切って振り向けられない。政策経費の半分を超す社会保障関係費は少子高齢化で増加が続く。地方財政への交付金や国債の利払い費のような義務的経費も増える。抜本的な制度改正、制度改革やメリハリを効かせた歳出構造の刷新が遅れ、未来の成長のために投資余力が圧迫されている。国会が予算を厳しく精査し、精通度を保つ仕組みも乱れた。2023年度も事前に使途を決められない予備費を合計5兆円計上した。コロナ前の10倍の規模が温存される。5兆円台の文教予算に迫る規模が、国会審議を経ずに自由な財布のように使える事態は、民主主義の観点からも放置できない。さらに気がかりなのは、これから諸課題を取り組むために、諸課題に取り組むための支出増をどうやって賄うのかの意識が薄れていることだ。防衛費を2023年から2027年度で総額43兆円と現行計画の 1.5 倍にするための安定財源には不安が残る。政府は今回防衛力強化資金を新設し、特別会計からの繰入金や国有財産の売却収入など 4.6 兆円を確保。来年度に 1.2 兆円を使い、後年度に残すという。毎年の歳出改革や国の決裁で続いたお金もかけ、毎年の歳出改革や国の決算で浮いたお金もかき集める。本来は予算全体の収支改善に充てるものを防衛費だけに振り向ける。2027年度で1兆円強の確保を想定する法人税や所得税の増税についても、実行はなお担保されていない。防衛関係のうち自衛隊の施設整備や建造の費用は建設国債の発行で賄う。安保環境の変化による見直しだが、安易に借金に依存しない原則は堅持すべきだ。来年度予算の編成後も歳出増加の材料は目白押しだ。岸田文雄首相は子育て予算の倍増を掲げて、脱炭素社会に向けグリーントランスフォーメーションへの投資を進める方針も決めた。そのために安定的な財源を確保しなければならないが、その道筋はなお不明確。政府は脱炭素に向けて2023年度からグリーントランスフォーメーション経済移行債を初めて発行するが、返済財源となるカーボンプライシングなどの制度設計を着実に進める必要がある。国際通貨基金 IMF によると、2022年の日本の長期政府債務の残高は国内総生産 GDP の 2.6 倍に上る。長期金利の上昇を強力に抑えてきた日銀も金利の変動幅を 0.5% に拡大。金利上昇は中期的に政府の利払い負担を膨らませ財源を圧迫する。将来世代の安心を確保するためにも抜本的な社会保障改革が必要だ。政府は妊娠・出産時の給付の創設など少子化対策を名目とする拡充策には熱心な一方、高齢化で膨らむ医療や介護の負担の在り方についての議論には及び腰だ。現役世代の負担軽減には能力のある高齢者の自己負担を引き上げるなどの改革が急務だが、岸田政権はこうした懸案の検討を軒並み先送りしている。これでは将来世代に対して無責任である。首相は来年初めに中長期の経済財政運営で集中的な議論をすると表明した。将来の消費税の引き上げも含めて痛みを伴う負担の問題から逃げてはならない。強い日本の基盤を築き、着実に引き継ぐことが今の世代の責務だ。という非常に長いですね、社説でしたけれども、
まあ、とにかくですね、この収支のバランスがおかしくなっているのではないかということに要約されるのではないかなというふうに思いますね。結局入ってくるだけの収入で賄いきれないので借金をし続ける体質が続いてしまって、まあ、それに慣れてしまっていること、まあ、それからですね、結局その使い方もまあ、バランス感覚に欠くのではないかとかですね、やはり、子育て支援には熱心でもですね、現役世代をこうこれから先の支えるためにもですね、所得のある高齢者の方にも負担をお願いするような、そんなことからは逃げてしまっているというような指摘があったりということで、私たちを取り巻く世の中というものがですね、どのように変化していくのかということは、やはり経済あってのこと、まあ政治と経済のバランスがうまく回ってということになるので、まあ、強い日本がどれだけ取り戻すことができるのかということはなかなか分かりませんけれども、2つ目の音読の題材にですね、つながっていくということであればですね、2つ目の音読の題材にはですね、タイトルが1人当たりの名目 GDP が日本が20位に後退ということで、OECD でかなの中の中でですね、32カ国中だったかな、38カ国中日本は20位ということになって、また去年に比べて1分ですね、1つ順位を落としたということになるようなので、ちょっと 1つ目の音読の題材が長すぎたので、2つ目3つ目はですね、ちょっと軽めの内容にしたいと思いますけれども、分量は軽めでも中身はですね、ちょっと重々しいようなそんな内容になりますが、1人当たり名目 GDP が日本は20位に後退ということだそうです。内閣府が12月23日に発表した国民経済計算年次推計によると、豊かさの目安となる1人当たりの名目国内総生産 GDP が日本は2021年に3万9800トンで3ドルとなった。経済協力開発機構 OECD 加盟国38カ国中20位と2020年の19位から低下した。日本では1人当たりの所得が伸び悩み、個人消費の低迷が経済全体を下押ししている。日本が20位となるのは2018年以来で3年ぶり。前年の2020年は日本が19位、フランスが20位だったが、それが逆転してしまった。フランスは新型コロナウイルス化からの景気回復が進み、個人消費が伸びた。1人当たり GDP は2020年の3万8800トンで7ドルから、2021年は4万3360ドルと増えた。日本は2020年の3万9984ドルから減少。2020年と比べて円安ドル高だったこともドル建ての1人当たりの GDP を押し下げる効果を出してしまった。後藤茂之経済財政再生担当大臣は同日の記者会見で、長引くデフレで企業は投資や賃金を抑制し、個人は消費を減らさざるを得なかったと指摘。2005年に13位だった日本の順位は中長期で見て下落傾向にある。名目 GDP の総額を見ると、2021年の日本は5兆37億ドルとなり、世界の GDP に占める比率は 5.2% となった。米中に次いで3位は、維持したが、比率として2019年の 5.8% を下回り、過去最低となった。日本のドル建てで見た名目 GDP は2010年に中国に逆転され、3位に低下。世界の GDP に占める比率も2005年には 10.1% だったが、2016年で半分まで下がっている。ということがですね、先ほどの、まあ、来年度のですね、予算案にと同じくですね、日本のこの強みというものが、まあ、なかなか発揮されず回復できない状態なのではないかということにつながるわけですけれども、まあ、単純に他国と比較するということに個人的にはあまり意味を感じないけれども、一人一人がですね、まあ、豊かさですとか、それから暮らしやすさというものを実感しているんであれば、世界と比べて低かろうとあまり意味はないですけれども、やはり私たちの国で生活のしやすさですとか、暮らしの充実感といったものがですね、もっともっと高まっていくような、そんな私たちも努力をしていかなければいけないし、まあ、人と比べるだけでなく、
自分の中でしっかりとですね、何をやりたいのか、そしてどのような生活を自分としてはですね、手に入れたいのかということを自分なりに考えていくという主体性も本当に大切なのではないかなというふうに思ったりもします。ということでですね、1つ目2つ目の内容が非常に重かったので、3つ目は少しですね、というかかなり軽めの内容の記事を見つけて、アップダウンというコラムですけれども、コーヒー豆豊作のですね、豊作の、法則か、豊作の法則というですね、なんかブラジルあたりでは各年でですね、取れる月、コーヒー豆が豊作の年と不作の年が1年おきにあるということらしいですけれども、なかなか気候変動でですね、気候変動の影響でこの法則がなかなか変わりつつあるというような記事があったので、ちょっと軽めで短めの記事なので、これを3つ目論読の題材にしておきたいなと思います。コーヒー豆の法則、豊作の法則が変調ということです。コーヒー豆の最大生産国であるブラジルの収穫量をめぐり異変が生じている。豊作と不作が各年で訪れるという法則が崩れてきたとの見方が市場で広がりつつある。見通しが立てにくくなり、買い手はリスク回避の動きに奔走している。ブラジルではコーヒーの木の育成に偏りがあるため、収穫が多くなる表年と少なくなる裏の年が1年ごとに繰り返す傾向がある。これまでは偶数年が表年、奇数年が裏年だった。 気候変動の影響から近年は干ばつや、それから霜害といった天候不順が頻発している。表年にあたる2014年度は、干ばつが原因で収穫量が記録的な低位に終わるなど、法則に当てはまらないケースも増えてきた。2024年度は特に顕著。本来ならば表年となるはず。米国の農務省によると、喫茶店などで使われるアラビカ種の2022年度の収穫量は、前回の表年の2020年度を1000万袋も下回った。霜害により2022年の収穫分となる実が十分に育たなかったためとみられている。国際価格は急騰し、指標のニューヨーク先物では2月には天候不順による供給減を先送りし高値をつけた。表年なら価格は下がりやすくなるはずだが、逆の現象が起きた。裏年にあたる2023年度はどうか。足元の天候が安定しているため、2023年度の収穫量は2022年度を大幅に上回るとの見方が優勢となっている。またもや従来のサイクルが崩れれば、コーヒー販売各社の調達計画への影響は大きい。一部の買い手では万一に備えてアフリカやアジアへ買い付け先を分散させる動きも見られるという。ブラジルで本格的な収穫が始まる2023年7月まで、市場関係者は天候要因に一喜一憂する日々が続きそうだ、ということですけども、私たちがもう毎日のようにですね、飲むコーヒー、それから本当にどこに行ってもあるですね、コーヒーチェーン店で、飲まれているコーヒーを考えると、コーヒーの収穫というのは、世界中でどれだけあるのかなというふうに、もう本当にですね、気が遠くなるような想像をしたりもしますけれども、こういう現象があるんだなということも、新聞のですね、ちょっと箸休めみたいな感じで、ところどころ探すと面白い記事があったりもするので、それもまた新聞の面白さかなと思いますけれども、ちょっと今日はですね、社説とそれから2つ目と、重々しい記事が続いたので、コーヒーに関しての軽い目の記事を3つ目にしてですね、今日のクリスマスイブで、きっとまた、世界中で飲まれるであろうコーヒーも、このような収穫のサイクルというものがあったんだなということを、ですね、想像しながら今日の夜を迎えていきたいなと思います。ということで、今日は2022年、令和4年の12月24日の土曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。